上郷瀬上沢をはじめ横浜市の貴重な緑地を残すための活動を私たちはしております。遺跡の眠る山、そして清水の湧き出る谷を埋めるこの開発計画案は NO にしましょう。どうか都市計画審議会でしっかりと審議していただきたいと思って活動をいたしております。来てくださった民謡の横浜市政に伝え、なお P 第234号から1232件でございます。説明、採決と質疑の方法についてこのように進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。基本的に市街化区域に、調整区域を市街区域に変更するっていう話と、それからそれに伴って地区計画がそれぞれ定められるのがありましたから、特に上郷地区、これについては長年の懸案事項だったんで、もともと市街化区域、市街化調整区域っていうのは高度成長期にそのスプロールしてきて、しかもインフラの整備するお金が十分ないから当面ここでやりましょうということでやってきた。でしかしながら、突然そういう区域を決めたのに既存の土地利用がすでにありましたから、当然それと矛盾するようなことはできなかったわけですね。ほとんど市街地と同じようになっているところを、なんか名目上その調整区域だって言ってることの意味はあまりない。したがって片屋でコントロールしながら、しかも誘導をうまくしながら、しかしながらすでにこう出来上がった街も眺めながら、それをどうしていくかっていうのが一番難しい議論。会議でも申し上げたんですけども、まず緑地保全、これ皆さんしたいっておっしゃるんですが、地主さんがいらっしゃって、さっき言いましたように調整区域だからって、完全にコントロールできるわけじゃないんですね。その例えば動物の墓地ができてみたりね、ってなことでそのいろんなことに使われることを防がなきゃいけないし、それから自然災害に対しても対応しなきゃいけない。でそうすると、地主さんの意向も踏まえてどうやって保全できるか、こういうことがあるわけですね。今度市街地についてはだんだん高齢化すると何もいじらないと、高度成長期に入った割合、お年寄りがもうすでにお年寄りになった方がばっかりになりますと、そのうちいろんな商店だとか生活サービスも維持できなくなる。今のままでいいんだって言ってると、皆さんが困るし地域も衰退していくんで、開発してほしいって人と、いや今のままでいいっていうのはもうどこでもある議論で、どっかでその長期を見渡して決断しなきゃいけない、こういうことだなと思いますね。すでにもう長いこと市の方と住民と地権者とデベロッパーと議論を重ねてきて今日結果が出てきたって、こういうことだと思いますね。開発しなければかえって土地が荒れてしまうと、だからやらなきゃいけないんだと、こういうことを市の職員が一生懸命言ってるわけですね。まるで地権者の代表なごとく、それから周辺住民の同意が必要ではないかと、ないじゃないかという質問に対しても、いやそういう努力を地権者が事業者がしてるからいいんだと、いうようなね、本当にこれは自ら定めた市の基準にも当てはまってないというようなことですよね。とこのまま市長がジャッジしてしまえば緑地がどんどん減っていくということを許してしまうというね、横浜市の前例ができてしまうと。で最終決定で市長はですね、こういうことを許さない、却下するということをジャッジしてもらいたいと思ってますね。まだ地権者の合意は得られている、80人の合意は得られたという話はあったとは思うんですが、それ以外の周辺住民、例えば堺区民だったりとか
江南区、磯子区だったり横浜市広く含めたときに、そういう方々の周辺住民の合意を得られているとは私の団体も含め思いませんので、ぜひとも再検討していただいて、もうちょっと時間をかけてぜひしっかりと専門家を交えて開発の見直しだったりとか、あとは代替案、緑税を使った横浜市の政策っていうのをしっかりと見据えて、今後の緑政策、横浜市の開発というものを考え直していただきたいと強く思っております。